これはね、物干し竿です、ね、もうかれこれ10年近く使ってるんですが、だいぶガタが来てます。見てわかりますかね。はい、ここね、もう外れちゃうんですよ、ね。どんな感じかというと、こんな感じです。外れてしまいます。これ直します。ここわかりますか。これこのネジがね、もう効かないんですよ。これがね、バカになっちゃってね、これが効かない。これがね、ネジね、まあ、ここにこう止まってると言ってね。ただこれにもう噛んでないんで、まあ直接これに穴を開けてビス打ちして止めますね。まだまだ使えるんでね、この物干し竿も、この家を建てたからずっとね、一緒に、使ってきた物干し竿なんで、まあ、しっかりと直してね、これからもいいお付き合いをしたいと思います。ここにね、ネジ穴があるので、ここから直接このポールにドリルドライバーで、まあ、鉄鋼用のね、アタッチメントをつけてるんで、まあ、これ直接穴開けます。でビス打ちをして止めていきます。まあ、そういう方法でやります。開いちゃった。よし、出来上がり。はい、これで抜けません、抜けません。はい、 OK、 完了。はい、こんな感じでね、しっかりとね、穴開けて、ここにコースレットね、32ミリのやつを、ぶち込みましたね。まあ、これで、しっかりと固定できたんで、この物干し竿も、まだまだ長く使えるということで、よろしくお願いいたします。どうも。